どうもこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。結構久しぶりになってしまいましたね。そう、まあこれね、始めたきっかけは、まあ結構ね、動画を撮ったりして編集するのが、まあ、結構めんどくさいんで、ちょっと時間がかかっちゃうんで、まあこれだったらね、ノー編集で、パッと喋ってパッと出すだけだから、まあ結構楽なんじゃないかと思って始めたんですが、まあこれはこれで大変だなっていうことに気づきました。はい。そういうことですね。先日、ノブさんがね、ひきちゃれのノブさんが、京都にやってきてくれまして、コラボ動画を撮らせていただいて、めっちゃね、見ました？みんな。もうめっちゃ面白かったですよね。ノブさんの方はもうそろそろ10万回再生ぐらいされそうな勢いで、僕の方の動画もね、6000回ぐらいいきそうな、僕のチャレンネルとしてはすごく再生されてる動画となりました。うん。いや、でもね、本当に、それだけ再生されて、ノブさんの動画がすごいってなる理由が、もう本当にわかりました。もう、すごいなと思いましたね。そう。だって、まあ普通、ね、こうドラム教則本、まあ1年間毎日毎日やってきてたんで、こう、相当な努力の積み重ねがあるじゃないですか、ノブさんの中で。にもかかわらず、僕と動画を撮って、で、僕と対決して、で、僕にコテンパンにされるっていう絵を作って、で、ちゃんと、動画の中で教則本も、僕のこともしっかり立ててくれて、面白いようにこう作ってくれたというね。いや、本当にすごいなと思いました。だって普通の人なら、自分がかっこ悪い姿って見られたくないじゃないですか。ね。で、なおかつね、このドラム教則本ずっとやり続けてきたっていうことがあるんで、なんかその積み重ねてきたものを、なんか崩されるような気がするんで、ね、なんかそれで、その後ろ盾がありながら僕と対決してコテンパンにされるっていうのって、絶対プライドが傷ついてしまうんですよ、僕だったらね。そう、すごくこう傷ついてしまうんですけど、でも、まあ、視聴者さん第一というか、どういう見え方をしたら面白いんだろうなっていうことを、第一に、ノブさんは考えて、自分のことよりも第一に考えて、だからピエロになれる人ですよね。そう、見てくれる人のためとか、僕のためとか、YouTube のために、自分がどういう見られ方をしてもいいと、こう、ピエロになれる、本当にこう、YouTuber の鏡というか、エンターテイメントの鏡、本当にめちゃめちゃすごいなと思いましたね。そう。で、コラボ動画を出させていただいて、まあ動画をね、まあ同じ時期に、こうね、同じように iPhone で撮った動画を出すんですけども、やはりその編集の技術というか、その効果音の使い方とか、カットの仕方とか、いや、すごいなと思いましたね。いや、何から何まで、ね、対決では、まあ、僕が圧勝してるように見えますけど、めちゃくちゃ僕はノブさんに勉強になりましたね。はい。いや、すごい、すごい日でしたし、すごい動画だったなと思います。はい。で、まあ、今回のタイトルにもあるんですけど、詐欺に遭いそうになった話というね、ことで、まあ、ドラム教則本をね、2019年の、4月に第1冊目、ドラム練習パッドフレーズレシピを発売させていただいたんですけども、まあ、前のこの放送でも言った通り、僕は、二つの夢があったんですね。ドラム講師を始めた時に。で、一つはドラムの発表会をやること。自分の生徒さんだけでドラムの発表会をやること。で、二つ目はドラムの教則本を出すことだったんですね。はい。で、まあ、ドラムの発表会は、ありがたいことに生徒さんがたくさん来てくれて、1年後にできるようになったんですが、まあ、ドラム教則本は夢の、また夢だったんですね。で、今から6年ぐらい前に、突然ね、まあ、とある、これ名前言ったら多分ダメだと思うんですけど、まあ、とある、出版社の方から、まあ、6年前ぐらいだと思うんですけど、メールが来まして、で、はじめましてと、まあ、インスタを見ました、みたいなね、感じだったんですね。で、よかったら本を出しませんかっていう話が来たんですよ。その出版社の方からね。そう。で、僕からしたらそのドラム教則本を出したいっていう夢があるので、なんかものすごいチャンスだと思ったんですね、その時にね。で、メールが来て、で、ご興味がありましたらご連絡ください、みたいな感じだったんですよ。その出版社がね。
そう。で、興味ありますっていう感じで、返信させていただいて、で、その、1週間後ぐらいに、じゃあ打ち合わせしましょうということで、打ち合わせをさせていただいたと。大阪の中央区のところの、まあ、ビルの中に、その出版社の、事務所というか会社がありまして、そこに打ち合わせをしに行ったんですね。そう。で、まあ、すごい好青年な方で、すごい真面目そうな、同い年ぐらいだったんですよ、当時確か。なんか、その時に出版社の方に、その、なんか、提案されたのは、なんか僕の人生観について書きませんかみたいな感じだったんですよ。そう。で、僕の人生観って言っても、まあ、その時僕、28ぐらいだったんで、28の若造がその人生を語るあれもないやろということで、いや、ちょっとそれは書けないかもしれません、みたいな話をしてたんですね。でも、僕、ドラム教則本を出版するのが夢なんで、なんかドラム、教則本出版したいんですというような話をしたんですね。そう。まあ、そしたらその出版社の方が、まあ、ドラム教則本となると、まあ、だいぶその的が絞られると、まあ、ドラマーだけになるので、なかなかこう売り上げが見込めないんじゃないかみたいなね、感じで、じゃあ、まあ、新たな、じゃあ企画として、まあ、これ僕が提案させてもらったんですけど、その、上達する人と上達しない人の違い50みたいな、なんかそんな感じの企画はどうですかみたいな。例えば上達する人はメトロノームをこのように使ってるけど、上達しにくい人はメトロノームをこういう風に使うとか、なんか音楽を上達しやすい人はこういうように聞くけど、上達しにくい人はこういう音楽の聞き方をするみたいな、なんかそういう感じの、企画の本があったら面白いんじゃないですかみたいな感じの話をさせていただいたんですね。あ、そしたら、あ、それ面白いですねみたいな感じで言っていただいて、で、いろいろ話を進めていくんですね。で、一旦その上司に掛け合ってみますみたいな感じで、その企画で。で、まあ、それで、その時の打ち合わせはそれで終わったんですよ。ほんで、二回目の打ち合わせで、企画が通りましたと。いうことで、執筆をスタートさせましょうみたいな感じだったんですね。あ、そうなんですね、みたいな。で、ありがとうございます、みたいな感じで、なんかその、まあ、スタートするという段階まで行って、で、その時に詰めた話をしたんですけど、まあ、言うたら著作物を作ることになるんで、その著作物を作るのに、費用が50万円かかりますと言われたんですよ。そう。で、なんか僕、その時に、その、まあ、ドラム教則本作りたいという夢があったんで、なんか自費出版、まあ、自分で本を作ったら、どれぐらいお金かかるかっていうのをなんとなく調べてたんですよ。まあ、それに比べたら安いな、みたいな感じだったんですよね。50万。でも50万か、みたいな。なんか、出版社のシステムが、本の印刷はしませんと。で、なんか、アマゾンと提携を組んでるので、アマゾンに、その注文が入ったら、一冊ずつ吸っていくスタイルです、みたいな感じのことを言ってたんですね。あ、そんなやり方あるんやろ、みたいな感じで、で、ね、その本を作らず、で、著作権、の、その制作費に50万円かかると。で、まあ実際にその出来上がった本とかも見たりとかしてて、あ、なんかちゃんとしてるみたいな感じだったし、なんかそこの出版社からその本を出しますみたいな、なんかそんなブログを書いてる人もいっぱいいたんですよ。だからまあ、なんかその時はね、あんまりこう疑わなかった。そう。でもまあ50万の大金なんて僕当時ね、持ってなかったんで、だから一旦ちょっと考えさせてくださいみたいな、その、お金ちょっと僕持ってないんで、すぐに払えないんで、みたいな。じゃあ分割でもいいですよ、みたいな感じだったんですね。だから分割でもいいですけど、まあ、2回払い、みたいな。25万でもいいですよ、みたいな。いや、まあ、それでもちょっときついです、みたいな感じで。でも、まあ、ちょっと、じゃあ、一旦考えさせてくださいって言って、別れたんですよ。その時、打ち合わせ終わって。で、後日、なんかすごく悩んだんですね。なんか、誰かに借金して、まあ、僕、教則本を作るのが夢だったんで、だからすごく考えたんですけど、まあ、結局やっぱりそのお金がやっぱ用意できないっていう理由で断ったんですよ。その出版社のお仕事をね。そう。でもね、今考えたら、まあ、僕今アルファノートさんと、仕事をさせていただいてるんですけど、著作物を作るのに、おそらく50万円かからないんですよ。そんなお金はね。だからその本を出版するって言って、ことで契約をさして、で、その50万円は多分その会社に入るお金なんですよね。そう。で、本当に僕の企画が面白いかどうかっていうのは多分どっちでも良かったんですよ、きっとね。
一回持ち帰って上司から OK が出ましたみたいなことにしてるけど、多分何でも良いんですよね。50万円をもらって、で、書かせてっていうような段階を作るのが多分、おそらく、今僕が振り返って思うと、そういうことになったんじゃないかなって思うんですね。うん。でもね、当時は、全く思わなかったですね。なんか情熱がすごくある状態で、チャンスだと思ってしまったんですね、僕その話を。そう。で、結果的に僕は50万円払わなかった。で、まあ、本を作らなかったんで、まあ、詐欺かどうかは、まあ、実際にお金払ってなかったんで、まあ、結果的にわからないんですけど、でもおそらく今振り返ってきたら、まあ、明らかに詐欺なんじゃないかなっていうようなことなんですよ。そう。だからね、本当に、皆さん気をつけてください。情熱を逆手にとって、そういう美味しい話を持ってこられることもあるんだなっていうことを知ったんですね、僕その時に。うん。そう。だから、なんでしょう。初めましてとかっていうのは、やっぱ結構気をつけた方がいいなって思いました。だから、ちゃんと信頼し合える、ビジネスパートナーと、やっぱ仕事するべきだなっていうのは、もう今振り返ったらやっぱすごく思いますね。うん。だから DM とかで、ね、たまにメールとかで、なんかお仕事の依頼とかっていっぱい来ますけど、やっぱり知らない、ところは、やっぱ断りますからね。うん。全然全く信用できなさそうなというか全く聞いたことも、まあ、実績もちょっと見えないようなところからはやっぱり断るべきだというか、よっぽどやっぱ調べてからじゃないと怖いなっていうのはあります。そう。だからまあ当時の僕はちょっと危うく騙されそうになったんですけど、もしかしたらこの夢があって情熱があってね、なんかすごくこうやりたいことがありまくる人がたまたまそういう話をもらったら、もしかしたら大金を取られてしまうっていう可能性もあるんで、それはちょっと気をつけてほしいなと思います。はい。そんなことでした。まあ、詐欺に遭いそうになった話というか、あんまりね、これ誰にも話してなかったんですけどね。はい。この放送で話してしまうということでした。はい。まあ、そんな感じで、これが第何回目 ?4 回目 ?5 回目か。5回目ですかね。はい。また次の放送でお会いしましょう。さよなら。